じゃあこんにちは。はい、はい、ゆたかさん、はい、今日も3連戦を振り返るの時間がやってきました。はいね、はい、なんか早いですよね。早いね。はい、オリックスがマジック20、はい、ね、点灯してね、着々とね、まあ着々というか、まあ牛歩ではあるけども、着実にという。はい。その一方、阪神はまさかのマジック消滅という。まあマジック消滅っていうのは広島の自力部位がまあ戻ってきたというね、いうことなんで、まあ消滅したということだよね。うん。はい。で明日から9月、ね、残り。最小が広島の23、で最高30試合も残ってるのがロッテ、はいね、もう23試合から30試合で、まあ、運命がもう決まるというね、まあ9月は大変な月になりますが、はいね、まあどうなるでしょうか、ね、全143試合のうち、うん、もう120試合とか終わっちゃってるんですね。はい、ということで、まずセ・リーグから、はい、こうなりました。はい。ね。ということで、阪神と DeNA は2試合だったんですね。そうだね。はい。ということで、2試合で DeNA が2勝。はい。で、勝ち越し。巨人と広島は、広島が2勝1敗の勝ち越し。中日とヤクルトは、中日が2勝1敗の勝ち越しということになりました。まずは阪神対 DeNA。はい。西勇輝、大竹、阪神がね。DeNA が今永バウアー、ね、これは負けられないよね。 DeNA は勝ったけどもね、1試合目3対2で DeNA、はい、これはね両軍のピッチャーが素晴らしかった。今永7回136球3安打無失点、で西勇輝これも素晴らしかったね。なんか今年はあんまりピリッとしなかったんだけど、この日はやっぱりこう俺はやるときはやるぜみたいなそんな感じのピッチングで7回、はい、94球3安打無失点というね、相譲らずというで7回までピシッとゼロの山を並べてね、はい、0対0で迎えた8回、ね、DeNA ピッチャー変えたウェンデルケン、まあウェンデルケンが少し、まあ、状態もちょっと悪かったかもわかんないけども、まあ坂本が先制タイムリーでねライト前で、そしてなおもランナーを置いて代打ミエセス、2点目のタイムリー、ね、もうこれで2対0で阪神やっぱ強いなと思ったの、まあ、しかし9回、はい、岩崎から、はい、佐野が同点ツーラン、初球だった入り球がちょっと甘かったかなという感じもするけども、やっぱ佐野がよく打ったよ。で続く牧がホームランで勝ち越しね、で9回裏森原を攻めるけども、まあ、1本出ないというね、まあここに来て岩崎が疲れかなっていうようなちょっと制球が甘かったんだよね、で低めにはある程度来てるんだけどちょっと球の切れなど、まあ、そういうものがちょっと感じられなかったというね、まあそんな感じがしたけど、はい、まあでも今永と西の投げ合いっていうのは、まあ見事だったね。あ、なかなかこうどうやって点取るんだろうとか、まあそんなこと思ったぐらい、まあ素晴らしい出来でした。はい。ね。ちょっと今永投手7回136球というのは多いな。多いですよね。これはやっぱ阪神打線のボール球に手を出さないっていうのが、やっぱ西との球数を変えてるね。なるほど。まあ西勇輝はどちらかというと打ち取っていくピッチャー。まあ今永は三振を取りたいピッチャーなんで、球数は当然増えるんだけども、まあ阪神打線はやっぱ今年のテーマとしてフォアボールをたくさん取るということで、やっぱ粘るんだよね。だからその分やっぱ球数がかかる。これ年間トータルにしたらさ。やっぱ相当ピッチャーに投げさすよ。そうですよね、だから相手のピッチャーは疲弊してくるということだよね。ちょっとフォアボールも5つと多かったでしょうか。まあそうだね、まあ甲子園に帰ってきての初戦がね、まあこういう形の逆転劇で負けたというね、まあちょっと我が家に帰ってきて少しほっとしたかなっていうような、まあ旅行行って帰ってきてやっぱり家がいいよねっていうような言葉が聞こえてきそうな、そんな阪神のちょっとほっとした感じが出ちゃったかなというね、でこの試合で小原、1000試合出場、ね、524人目、ね、おめでとう、川原ね、よく本当に頑張った、うん、ね、DeNA の時に桑原入ってきたんだけど、うん、本当に負けず嫌いでさ、うん、3000m 走を最後に練習するんだよね、はいはい、秋のキャンプとかで、三鷹さんコーチの時、そうそう、ヘッドコーチの時ね、うん、必ず一番で帰ってどんな歯食いしばってさ、もうどんなに疲れてようが 3000m 走は最後にしたのね、うん、桑原が1位で帰ってこなかった時がなかった。すごいね、頑張りやね、本当によく頑張りました。おめでとう。おめでとうございます。ね、まあただ通過点だからね、うん、安心しない、ほっとしないように頑張ってください。はい。はい。2試合目、うん、4対2、うん、DeNA、はい、ノイジーの先制ホームラン、はい、ね、先行するんだけど2回に飛び出してね。うん、で4回に桑原と海老名でエンドランかけるんだよね、うん、ノーアウトから。で一三塁を作って、これがまんまと成功するんだけど、うん、続く佐野がダブルプレーの間に、まあ、同点に追いつくんだよ、うん、これがやっぱりちょっと大きかったなと思って、これね、桑原が出て海老名が送りバントしてたんじゃ、うん、点にならなかったかもね、うん、大竹も序盤良かったから、はい、うん、まあだからエンドランをかけて一三塁にして、うん、まあ佐野のダブルプレーだったけども同点にしたっていうのをよかったね、うん、ただこの試合でバウアーが3回で降りるんだよ、はい、ねえ3回でね、そう3回、55球1失点でマウンドを降りるという、はい、これは近本のね、うん、当たり損ねの打球を三塁線に飛んだんだけど、それをバウアーが、スライディングで止めに行ってね、うん、でそっからの体勢から投げたんだよ一塁に。うん、やっぱ身体能力が高いなあ。いやピッチャーというよりこう内野手のようなね内野手でもやっぱ状態が強くないと投げれないような体勢で投げていくんだけど、うん、まあそれで股関節を痛めたかね、なんかちょっと違和感でね、うん、いうことで4回からは降りましたけど、ただね、この日のバウアーっていうのは立ち上がりからちょっといつもの精彩は欠いてたね、うん、ちょっとだるそうだったし、はい、中4日で120球以上投げたのも3試合ぐらい続いたかな、はい、まあその疲れがここに来て出てきたのかなっていうような感じはしたけども、うん、まあ試合は勝ったということでね、はい、まあちょっと今後のバウアーが心配なんだけどもね。そうですね、はい、で大竹、うん、5回3分の2、84球6安打4失点。はい、ちょっと長いイニングが投げられなかったんだけども、うん、大竹がフォアボール、うん、バウアーから取るんだよね、はい、でランナーで長くいる時間が多かったんだよ。なるほど、うん、まあその影響もあるのかなというふうにちょっと感じたよね、うん、打線も返してあげればよかったんだけど、はい、解説じまいだったから、うん、ちょっとやっぱこの暑さでね、普通だったらベンチに座って、うん、まあ水分補給したりだとかそういうことが全くできなかったから、うん、ちょっと疲れがきたかなというね、バテたような感じだね、うんうん、で大竹から牧が24号スリーランホームラン、はい、まあこれが決勝点になるんだけども、6回ですね、うん、阪神は牧一人にやられてる感じがするよね、うん、昨日今日、うんというような感じで、はい、牧がやっぱすごいな。ねえ、うん、だから牧をやっぱ対策しないとさ、うん、岡田監督も言ってたんだよね、このチームは宮崎と牧だなって、うん、でも牧を抑えられないっていうのは、うん、今後も苦しむだろうなっていうような感じはしたよね。なるほど、はい、でこの試合緊急登板の上茶谷、はい、2回3分の2、40球1安打1失点、うん、まあ1失点はするけども本当によく頑張ったね、うん、久しぶりになんか上茶谷のなんていうのかな、まあいいピッチングを見たというかね、うん、うん、まあそんな感じがしました。勝ちがね、この試合は上茶谷投手につきましたので、ね、はい、で阪神は4安打で佐藤が打点上げるけど、うん、前の打席2打席が、うん、1打席目は大山がねフォアボールで出て、うん、フルカウントからランエンドヒットの形、外のまっすぐを見逃し三振ゲッツーという、で次の打席、まあ、ダブルプレー、はい、大山がやっぱり出ててダブルプレーと、うん、で3打席目に打点を上げるんだけどもね、うん、前の2打席がちょっと悪かったね、うん、だから里輝もよく頑張ってきてるんだけどさ、うん、そうですよね、うん、なんていうの、フルカウントからの見逃し三振の盗塁死、うん、いやそれはちょっとないだろうって、ファウルで逃げるなり、うん、前に飛ばすなりして、やっぱそういう三振ゲッツを食らわないようにしときたいよね。なるほどね、うん、だけどやっぱ佐藤が打つと勝つし、うん、佐藤がやられる、抑えられると苦しむというね、うん、まあそういう試合だったね。うん、だから、まあ、阪神は6連勝のあと3連敗というね、うん、で今日試合がなかったから、はい、いい気分転換、いい休養に当てて、うん、まあ次からのね、試合に臨んでほしいと思うけどもね。はい、うん、で続いてジャイアンツ、はい、広島ね、これは京セラと長良川で行われた試合なんだけども、うん、まあ巨人山崎より菅野赤星、はい、広島は栗大瀬良床田、はいね、1試合目5対4広島、うんうん、岡本梶谷が抹消、はいね、岡本は2023のね、はい、特別処置で、抹消された。梶谷はちょっと発熱ということでね、うん、でこの試合から4番は坂本、うん、ね、6回デビッドソンのソロホームランで2点リード広島がね、はい、しかし6回裏長野ホームラン、ね、門脇昭弘の連打でチャンスを作り、はい、坂本が同点タイムリーで、やっぱねどこを出しても仕事するね。でワンアウト満塁から中田が犠牲フライで勝ち越しというね、うん、で7回にも門脇タイムリーで突き放す、はい、ね、8回高梨マウンドへね、2つのフォアボールが絡んで2人のランナーを置いて代打末金、うん、高梨から逆転のスリーランホームラン、うん、ね、向こうの代打末金、うん、右が出てきて高梨、はい、まあ若いよね末金が、うんうん、で高梨はベテラン、はい、ここで変える手はなかったかなと思ったんだけども、はい、ピッチャーをね右に、うん、まあ通常だったらするんだろうけども、うん、まあだけど変えずにホームランを打たれたという、うん、おそらく悔いは残ってると思うんだよね。うん、で高梨もやっぱりベテランだけに、うん、そのキャリアを買ったんだと思うんだけども、はい、まあそれがちょっと裏目に出ちゃったかなという感じがするよね。まあね、末金選手は2年目ということでね。まあそうだね。うん、ただ最近調子がいいんだよね。結構ジャイアンツ戦では打たれてんだよね。末金に。うんうん、で2つのエラーがやっぱり痛かったというね。うんうん、ただまあこの逆転スリーランで山崎伊織の10勝がお預けになったという。うんでまあ、この日は最速154キロ、はいね、球も力強くなってきてるしね、うん、まあ10勝したかっただろうね勝ってただけにね、逆転食らうとは思ってなかったと思うし、うん、でこの試合広島が勝ったんで自力部位が復活というね、はい、でまあここの立役者、うん、広島のデビッドソン末金、はい、まあ揃って巨人戦3試合連続のホームランというね、うん、巨人は初めての屈辱という、この2人にやられる、3試合連続2人いるっていうのは、うんうんうん、だからやっぱりジャイアンツ戦に相性がいい末金っていうのは、うん、やっぱりちょっと警戒をしなきゃいけなかったね、うんうん、ちょっともったいなかったね、山崎よりも10勝できてればね、うん、次からなんか、もっと軽快に投げれるからかなっていう、うん、まあ10勝の壁ってやっぱりあるからね、うん、やっぱり意識もあるだろうしね、うん、はい、2試合目、はい、2対1広島で、さっきの試合は、はい、広島のバドワ投手が今季初勝利ということで、そうだね、はい、もう愛媛県出身の人には出身は九州なんですけど、松山星稜高校で、ね、そうだな、そうですね、そこは敏感だよなでもアドアはね、うん、まあこの3連戦ではないけど、うん、前の試合でものすごく好投したんだよ、でもう1人しか残ってなくて延長でその2イニングをきっちり投げ切って。ね、引き分けに持ち込んだんだけど、最後の砦でしたからね。まあそうだね、その時ねやっぱり向かっていく気持ちも、うん、ボールのキレもいろいろあってね、はい、やっぱこういうふうにやっぱ神様見てるなと思うよね、うんうん、まあ1勝した今季ね、ね、はい、はい、で2試合目が2対1の、はい、広島、はい、まあ初回西川の先制タイムリー、うん、5回には末金、このカード4試合連続のホームランというすごいですよね、今度はライトへというね、うん、4試合連続のホームランというね、この試合でデビッドソンが打ってたら、うん、2人とも4試合連続同じカードでねすごいですよね、まあ、すごい活躍だけどもさ、うん、でこの試合9回巨人岡田がプロ入り初ホームランを打って、はい、まあ1点差にするけども、うん、まあこの日は打線が元気なかったね、うん、まあ大瀬良も良かったんだけど、はい、まあいいか、まあまあいい部類かまあでも無失点に抑えたからね、うん、まあランナーは出して逃げ合わせるんだけども、はい、まあ6回96球3安打、はい、まあ4四球っていうのがちょっと無駄だったんだけど、ね、まあ無失点に抑えるという、うん、で菅野も悪くなかったんだよね、はい、6回111球、うん、5安打1四球1失点というね、はい、だからもったいない2失点2失点か、はい、ね、うん、はい、でねこの試合のね、はい、最大の見せ場はね、うん、4回ツーアウトから、はい、打者菅野、うん、ツーアウト満塁ね、うんうん、で、まあ、大瀬良との勝負で高めに浮いたスライダーをパンと合わせてライト線に持っていったんだけど、まあ、そうだなこのぐらいファウルかな、うん、あ惜しいなと思って、うん、もう菅野も必死だったんだよね、で続く球を痛烈なピッチャーライナー、うん、ピッチャーライナーってワンバウンドしてるんだけど、うん、で大瀬良がパッと出すんだけどちょっと一瞬遅れて弾くんだよね、でセカンド方向に転がったボールをなんとお猿さん出てきましたもう俺は猿だというふうに呼んでるんだけど菊池猿飛びサスケの身のこなしすごい勢いでしたよね、一瞬センター方向にスタート切ってんだよね、うん、映像を見ると、はい、そっから猛烈に前進してきて、はい、どうさばくかなと思ったら、うん、素手でさばいて一塁に投げて、ね、間一髪アウト、ね、これで難を逃れたよ。もう菅野投手も激走してたんですけどね、うん、それは激走するよね、でもあのスピードで突っ込んできて、うん、やっぱね取り方がうまいんだよ、パンって取らないんだよ、うん、先に手を出してこう引きながらスピードに合わせて引きながら取って柔らかく投げてるんだよ、柔らかく取って柔らかく投げるわかる？わかりますよ、だから投げる体勢に入りながらということですよね、そう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 、手がいやそのねスピードでいくと衝突するから、うん、一瞬こっちの手を伸ばして間を作ってんだよね、ボールとの。でこう引きながらボールを柔らかく取ってんだよ、このままいってパンと取ったら弾く可能性があるから、あそこら辺の技術はやっぱすごいな、しかも投げる方の手ですもんね、それがね、うん、まあそういうので、まあ、広島が勝ったというね、うん、まあここの試合も末金にやられ、うん、ね、菊池にやられというね、はい、で3試合目、はい、2対0、うん、巨人、はいね、連敗止めました、うん、まあ初回、スタメンの若手がチャンスを作る、うん、ね、これスタメン若手思い切って使ってきた、本当に1番浅野、うん、2番北村、はい、3番秋広、はい、まあベテランの坂本、うん、丸って続いていくんだけどもさ、うん、まあ浅野がヒット、北村がヒット、うん、で秋広がバントそれをちょっとエラーするんだよね、床田が。で満塁から坂本が大きなセンターフライで犠牲フライで1点、はい、で丸がやっぱり犠牲フライを上げて2点を取る、うん、この2点だけで勝つんだけど、はい、この試合は7番、うん、門脇、8番岸田、はい、うん、9番ピッチャー赤星ということで、うん、もうヤングジャイアンツね、なんか揃ってますね、その中軸だけは、うん、中軸だけは坂本、丸、松田だったんだよね、はい、松田なんかもなんか浅野のお父ちゃんかっていうような感じだったんだけどさまあまあでも、うん、このやっぱ浅野が打線を引っ張ったね、うん、うん、で2対0赤星も素晴らしかったけど赤星は5回、うん、91球5安打この無四球っていうのがいいよね、うん、で無失点というね、はい、うんで広島もったいなかったのは、うん、まあ床田10勝してから次勝てないんだけども、うん、初回の秋広のバント、うん、これサードで殺せたんだよね、うん、それがねやっぱジャックルしてでジャックルしてもなおファーストに投げちゃったんだけどそれをちょっとファンブルして、うん全部生きてノーアウト満塁になっちゃったというのがね、うん、まあ非常に苦しめたよね、うん、で広島は10安打したけども1本が出なかったかな。でね浅野はね感じたのは、うん、やっぱ使うたびに良くなってきてる吸収力があるねこの子は。なるほどね、うん、で1打席目はレフトに引っ張ったと思ったら、うん、3打席目はこうバーンと右に流していったりとか、うん、やっぱねゲームでやっぱ使える選手になってきてるね、うん、これはやっぱ楽しみだわ。なるほど素直なんですよね。やっぱ素直なんだと思うよ、うん、ねなんていうのか吸収力ある人っていうのはやっぱり気持ちが素直なんだろうね、うん、だから非常に将来性を感じます、うん、今日は若手とベテランが融合して見事なね勝ちでした、うん、はい、はいうん、中日対ヤクルト、はい、中日涌井小笠原梅津、はい、でヤクルトサイスニード小沢、小川、初戦、3対0中日、うん初回細川のツーランホームランで先制、うんまあ、3回には高橋周平がダメ押しということでね、うんこの日は投げては涌井、うん、151キロとねストレートが戻ってきてんね力強い、うんうん、で三塁踏ませずということで、うんまあ、7回89球5安打無失点中日は完封リレーで勝つんだけども涌井、はい、のねやっぱ力が戻ってあのコントロールがあればなかなかやっぱ打てないよね、うんうん、だから非常にまっすぐの走りが良かったかなっていうような感じがするよね、うん、でヤクルトはね初回以外毎回走者出すんだよね、はい、で得点圏も3度あったんだけども、うん、まあ1本が出ないと生かせないと、うん、まあ積極的にいかないとなっていうふうに監督が話してたけども、うん、まあ多分涌井の制球力で積極的にいこうと思ってもやっぱバットが出なかったんだと思うよ、うん、これは。だからそのぐらいやっぱ制球も力もあったから、まあ見事だったね。うん、で、肉を食わせてた細川がやっとツーランを打って貢献したというね。うん、よかったね。はい。はい。で、2試合目、3対2、うん中日。うんで、これ初回から3回まで2アウトから得点。はい、初回には宇佐美。2回には 岡林、うん、3回には大島というねツーアウトからチャンスを作りツーアウトから得点をするというこれはやっぱ強いチームができることなんだけど、はい、やられてはいけないことを小沢がやられたというね、うんで7回ノーアウト満塁から、内山がねヤクルト内山が2点タイムリー打つ、うん、しかし一塁ランナー代走の武岡が三塁を欲張って走塁死をするんだよね、はい、これでやっぱりちょっとチャンスが潰れたかなというね、うん、まあただチャンスはまだあったんだよ、うん、で主軸に回ってきて山田オスナが、まあ、抑えられるというね、うんうん、ちょっと流れ的にはまあちょっとやっぱチームの状態がね悪いと、まあ、焦った走塁もあるだろうし、うん、で打席に入っていいところで立つとまあ力みがあるんだろうかなっていうような感じがするね。で小笠原、はい、久しぶりに勝ちました、はいね、6回116球5安打、うん、9三振2失点のまずまずの好投だったね。はい7勝目ですかね。7勝目ね、はい、もう本当はもっとかもう10勝ぐらいしてなきゃいけないんだけどね内容的にはね、ねはい、で3試合目、はい、6対1、うんまあ、ヤクルト、はいまあ、ヤクルトが連敗を止める、うん、ねまあやっぱりこうエースの小川連敗中のチームをね、うん、やっぱ救ってくれたというか、まあ、8回107球4安打5三振1四球1失点、うんうん、まあこの日はね、まあ、6点取ってるんだけども、はい、下位打線が頑張ったね、うんまあ、いつもまあ村上やオスナやサンタナやとかいろいろ言ってるけどもこの日は下位打線が頑張る。2回丸山が先制タイムリー、はい、7回は小川自身がセンター前へタイムリーというね、うん、8回はエラー、まあエラーなんかも絡んだけども、はい、まあ2アウト1、2塁から長岡がタイムリーツーベースというね、うん、だから7、8、9がよく頑張ったと思うよね、うんうん、で中日はエラーが得点に絡むというね、まあこういうことをやってるといかんな、うんうん、だからまあせっかく連勝してんのに、はい、まあ今日の試合は3失策かな、うんうん、ちょっとやっぱりエラーを減らさなきゃいかんなっていうような感じがしたね。4失策ですね。あ、4失策か結局、うんうん、なるほどね、はい。まあ、しかしねこの日、うん、梅津が帰ってきた、ね、梅津っていうのは最初の登板を見た時に、うん、あ、このピッチャー絶対勝てるピッチャーだなって思ったぐらい素質豊かで、うん、やっぱピッチャーらしいピッチャーなんだよ。なるほど。やっともう怪我ばっかりしてたからさ、うん、で今日投げた内容が5回77球2安打3三振、はい、まあ2つのフォアボールと1つのデッドボール、うん、で1失点というね、まあ、内容だったんだけど、うん、やっぱねボールに力があるから、うん、まあ丸山にタイムリー先制タイムリー打たれるんだけども、うん、もうほんとどん詰まりに詰まらしてるもんね。でオスナに対してもインサイド行ったらどん詰まりだったしさ、うん、だからまあそういう投球ができる投手っていうのがやっぱ梅津帰ってきたっていうのはね、うん、これからやっぱ中日にとっては大きな戦力になるかなっていうふうには思います、はい、ね、勝てる投手が帰ってきたというね、うん、はい、まあそういう試合でした。はい、はい、ということで阪神マジック消滅、はい、ね、直接対決7試合が鍵、うん、ね、はい、やっぱ7試合だから7試合全勝すれば逆転するということでさ、今のゲーム差だったらこれは広島との直接、ね、そう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 、うん、だからそれでマジックが消滅したんだけどもさ、うん、残り試合が広島が23、うん、阪神が26あるんだよね、うん、まあ多く残してる方が得かなっていうような気もするんだよね。それは後ろ後半っていうかこれからのねなってくるとで飛び飛びになってくると、はい、いいピッチャーをつぎ込めるんだよね、そこに、うん、だからそういう意味では早いうちに広島が優勝するんだったらもっと詰めとかないと、うん、まあ阪神に逃げられるというね。なるほど、うん、だから阪神は慌てることないよってゲーム差を持ってるからね、残り試合を持ってるから、うん、だからまあいいよっていう感じだね。はい、はい、続いて、うん、はい、こうなりました。はい、はい、パ・リーグはソフトバンクとオリックス、ソフトバンクの2勝1敗、はい、ロッテと日本ハムはロッテの2勝1敗の勝ち越し、はい、楽天と西武は2勝1敗で楽天の勝ち越しということでした。はい、まあ本拠地は全部勝ってるってことですね。そうですね。全部2勝1敗という勝敗でしたね。はい、そうだね。はい、はい、まあまずはソフトバンク対オリックス、うん、スチュワート、有原、和田、はい、オリックス、ワゲスパック、田島、久しぶりだね、うん、宮城というね。はい、7対0、ソフトバンク1試合目、1、2番、生見、野村、一さんのね、で組みました、やっぱりこう1、2番がちょっと鍵を握ってるからね、初回、ワンアウト満塁から、セカンドフライで野村がタッチアップ、わけわかんない、そういう、なんかそこで聞いたら、どういうことって、別にセカンドが。セカンドの人が別に外野に行ってたとかそういうことでもない。ちょっとバックしてたんだけど、体勢を見て野村がスタートしたんだよね、はい、まあそれで先制点を取るという、うん、ねえ、うん、いや初めて見たけどさあれねカットマンがカットしちゃうんだよね、うん、そのままカットしないでスルーしてたらアウトだったかなって、でカット前に入ってた分だけ間一髪になって、うん、最初はアウト判定だったんだけど、はい、まあリクエストでセーフに変わったというね、うん、でも見事な走塁だね。それと見事な勇気だよ、うん、あれで行こうとするんだから、うん、あれでねノーアウト満塁であれ取ったらあれでアウトになったらゲッツーになって何にもならなくなるからさ、いやすごいですよね、そう考えて。まあその足っていうのはやっぱすごいなと思って、うん、ただここでねやっぱ感心したのが、うん、このバックホームすることによって、うん、セカンドランナー柳田、はい、一塁ランナー近藤だったんだよ、うん、これがねいずれも進塁してるんだよね、二三塁に。だからこの走塁も見事だったよ。で続く牧原が2点タイムリーというね、この進塁したのを牧原が生かしたという、でこの回今宮もタイムリーで4点先制というね、やっぱ野村のその一つの走塁がきっかけになって、まあ、4点取れたというね、で3回にはツーアウト満塁から、柳田が走者一掃のタイムリーで7点を挙げるんだよ。だからまあここら辺でまあほとんど勝負は決まりだったんだけどもね、でスチュワート7回116球6安打3四球、無失点と3勝目、もっと勝てるピッチャーなんだけどさ、やっぱちょっとボールが荒れるな。なるほど。もっとね落ち着いて投げたらねもっともっと勝てるピッチャーなんだけどもさ、まあ3四球ね3四球、まあストライクボールがはっきりするっていうこともあるし、まあちょっとね、もう少し制球が良くなったらもっと安定して勝てるようになるね。でねこの試合でねやっぱ感心したのは、オリックスワゲスパックが早々にマウンドを降りるんだよね。この時期に早々に先発ピッチャーが降りられると非常に困るんだけどもさ、2番手の黒木、4回3分の2 56球3安打0四球無失点、この頑張りはすごかったいや本当に、でねこの試合でやっぱこの7対0で序盤に3回までに7対0かな、でされてやっぱこう変えていかなきゃいけないんだけど、この、試合で3人しか使ってないんだよね、ワゲスパック、黒木、それともう一人ね吉田ね、この3人で勝ち投手のパターンの選手を1人も使わなかったっていうのが、やっぱさすがオリックスだなと思ったね、これは見事だった。はいで育美、1番で使われた今日、これね3回にフォアボール出るんだけど、このフォアボール出る前の当たり、左バッターでレフトにガツンと打つんだけど、一瞬ホームランの判定で一瞬回ってくるんだよね。だけどリクエストでファウルになっちゃうんだけどパンチ力あるよ。まあこの選手もすごい選手になるだろうなっていうのが、なんか伺い知れるのはファウルだったけど、まあ将来楽しみだね、この選手もね。本当にこの長打力がね、持ち味なんですよね。そうだね。はい、そういう試合でした。で、2試合目は8対4、オリックス。ね、田島5月31日ぶり5勝目ということでね。まあいろいろおるな。どこ行ってたんだよって山下晋平が。登録抹消になったんで、田島が代わりに上がってきて山下の代わりをするのかなっていうふうに思うけども、初回、オリックス池田がヒット、森のフォアボールねで、頓宮が初球をスリーランホームランで、最終局3点をリードするという、で2回野村のエラー、ソフトバンクのサード野村エラーで池田がツーベースでつないで、ツーアウト二三塁から、2点タイムリー、宗が2点タイムリー、でねこの宗がセカンドにいるんだよね、ツーベースでタイムリー打った後にで中川がレフト前に打つんだよ、そしたら宗が帰るもんだと思って、中川がセカンドを伺ってたんだよね、そしたら一・二塁間でランダンプレーが起きたんだよ、でランダンプレーの中にサードで止まった宗がホームインしてる、これはねソフトバンクらしくない。ランダンプレーなんか一発で殺してたから、もう何回キャッチボールしたかそこで。ああいうのはねやっぱソフトバンクらしくないよ。なぜそういうプレーは今だからそういう意識が薄れてんじゃないの。やっぱ一発で殺さないとサードランナーがホームインするというような、でもまあ見事な走塁っちゃ走塁なんだけどもさ、でも中川がよく粘るし、その間に宗が帰るし、で結局6点を上げるのかな、都合、はい、ね、12回でね、うんうん、で3回には頓宮の2打席連発の15号ソロ、うん、で1本目はスリーランだったんだけど、はい、19試合ぶりの1本を打った後にすぐね、うんホームランが続いて出るというね。うんでソフトバンクは近藤が21号ソロホームラン、うん、まあ嶺井の1号ツーランなどで追い上げるけども、はい、まあ、有原が良くなかったね、うん6回3分の1、10安打8失点、うん、まあ、自責は4なんだけどもね、まあ、エラーとか絡んでたから、はい、だけどまあゲームは作れてないね、これはね、うん、まあ、初回のスリーランなんかはちょっと不用意だったなっていうような感じはするけどね、うん、でこの試合で1番に入った池田。はいね、知ってる？大阪桐蔭から入った172センチ、俺と一緒だねサイズ、まあ体重は違うけどサイズね、20歳、はいね、2年目から2年目、ねえ、今日この日は3安打というね、まあ活躍です。まあいい選手が出てくるね、若手でね、勢いがあって、でこの試合でねホーキンス、ね、ソフトバンク、まあスタートしたんだけども、はい、まあ1打点はね外野フライで上げるんだけどもね、うん、まあヒットはなかった、ね、まあこの人が打つか打たないかはちょっと見てみなきゃわからない、もうちょっとね、本当ですね、はいはい、まあでもデスパイネがあまりにもひどいんで、うん、まあちょっとホーキンスをね上げてきたという、うん、はい、はい、で3試合目、はい、1対0、ソフトバンク、うん、この試合はね和田宮城が素晴らしい投球内容だね、でおっさんの和田ね大体、はい、6回までだったんだけどよくても、うん、ここは7回を志願して7回までいったという。でその和田7回103球3安打7三振2四球の、無失点という、うん、で宮城も安定してるね、いや本当よ、年の差がね、で7回102球、うん、6安打8三振1四球の無失点というね、うん、まあ和田はねやっぱさすがだなと思ったのは、うん、低めに丁寧に投げるね、うん、やっぱ勝てるピッチャー、勝てるコツ、勝つコツをやっぱ全て知ってて、うん、それができない時はあるけども、だけど知ってる限りをこの日は今日は出せたかなという感じがするね。なるほど。やっぱね丁寧だわ、うん、でね外野の守備もすごく良かったね、助けてくれた、うん、ただいずれも前に落ちりそうな当たりだったんだけども、やっぱり低めに投げてる分だけ、うん、遠くへ飛んでいかないというね、うん、まあそんな感じがするよね。で最後は今宮がツーアウト二塁から、うん、まあ平野のフォークボールを右中間に、はい、サヨナラヒットというね、うんうん、でところで、はい、この試合でふと、うん、近藤の三冠王があるかもみたいな、いや今日3安打打ったんだよねね、急にね、いやいやあれとか言ってねそうだよ、何って思ったら、うん、三冠王あるかもよ、これあるかもよって、うん、いや首位打者の部門、はい、1位が頓宮、うん、今日2打数ノーヒット、うん、3割1分3厘、そうですね、で近藤が2位に上がってきて、3割飛んで7厘、その差、うん、6厘、そうこれは完全な射程距離だから、うん、ねえ、ね、で打点今トップ現在、うん、71打点、ね、2位が同僚の柳田、うん、69打点、うん、まあ2打点差なんだけど、これはもう本当にわからないよね、うん、でホームラン、はい、今日浅村が打って23号打ったけど、うん、今度は21、2本差、うん、これあるんじゃないかと思ってさ、うん、まあここら辺もなんかあんまりみんな騒いでないけども、なんかさりげなく上位というかね、1位争いというか、そうそう、だからもうちょっと騒いだ方がいいかなっていうふうに思って、ね、まあ数字を並べてみました。はい、ただねすぐその下もね結構こう詰まってるから、詰まってんだよね、そこの部分でね、そうなかなか、うん、面白い数になってますね。はいね、まあ、はい、近藤の三冠王があるかも、あるかも、はい、はい、続いてロッテ対日本ハム、うん、ね、ロッテ小島、カスティーヨ、メルセデス、はい、で日本ハムマーベル、ポンセ、田中エイト、はい、ね、マーベルっていうのはなんかチョコレートみたいな名前だけど、そっち、はい、マーベル違うものがありますけど、6対0、はい、ね、ロッテね、うん、2回ワンアウト一三塁から、はい、和田、うん、ね、一塁への内野安打早い、ね、ああこれで先制点だよ、うん、もうねちょっと一塁が弾いたんだよ、うん、でセカンドが勝利したんだけど、まあ、早いもうちょっとしたことでセーフになる、うん、でツーアウト満塁から藤岡が3点タイムリーで一気に4点先制、うん、ね、8回には山口のツーランホームラン、はい、小島8回122球5安打7三振、うん、無失点、ZOZO マリンでは負けなし、うん、5勝目、うん、ZOZO マリンでは防御率が 2.28、うんね、今季の成績7勝4敗防御率が 3.47、うん、もう ZOZO マリンでは負けてない5勝という、うん、もう ZOZO マリンだけで投げたらいいのにねなあね、なかなか、回ってくるのはうまく回ってくるのは大変ですけどねまあでもね、小島はねやっぱスライダーのキレがやっぱいいね、それとやっぱテイクバックがちっちゃいんで、うん、そこから腕の振りが良くてスライダーが曲がってくるカットボールが曲がってくる、うん、まあそうなったらなかなか捉えにくいね、まあロッテはこう和田の、ね、うん、足で稼いだ先制点と、ね、まあ、山口がツーランホームラン、うん、ね、勝負を決める、うん、でホームランを打った山口、うん、吉田輝星とは秋田で、同僚 で同学年、ね、2年の夏決勝で勝ったんだよ山口が、はいね、3年夏決勝で負けて、うん、吉田輝星が甲子園に行くという、なんともなあ、ね、まあ金足農業と明桜で山口は明桜でさ、うん、だからこの因縁の対決がプロで実現して、はい、で山口はホームランを打ったという、うん、山口も意識してたというね、やっぱりそうですよね、まあまあそりゃそうだね、懐かしいからね、そうだね、やると意識はしますよね、それはね、構成打たれちゃったよ本当ね、ねえ、はいはい、で6対0でロッテが勝ち、で2試合目3対2日本ハム、4回松本を置いて万波が先制タイムリー、まあしかしその裏安田が同点タイムリーという、まあシーソーゲームっぽかったんだけども、うん、まあ7回ツーアウト一三塁から代打郡司、はい、やっぱね郡司はね頭がいいというかさ、うん、しぶといというか、うん、これピッチャー横山なんだよ、はい、で横からまあ新庄監督も左を出しゃいいのにさ、やっぱ郡司のバッティングって勝ってんだろうね、うん、ちょっとサイド気味から投げる横山球威回ってって、これ郡司がどういうバッティングしたかというとさ、無理やり右に持っていったんだよね、うん、それでライトへタイムリー打つんだよ、で続く松本、うん、松本もぐしゃっと詰まりながら右持っていくんだよねいやここら辺がそのバッティングの内容としたら、うん、打球としたらこれは大したことないんだけどもさ、うん、やっぱ内容が素晴らしいよ、考え方が、まあこういう考え方で打席に立って打ってるとやっぱいい結果も生まれるし、うん、勝てる打撃ができるよね、うん、で2点を取って、まあ投手横山、はいね、なかなかこういい投手なんだけども、やっぱそういうふうな攻略をしていったというね、うん、でカスティーヨが素晴らしかったんだよね、うん、6回77球3安打、まあ1失点、勝ってもいいんだけどもさ、はい、ロッテはやっぱ無駄なことが多い、うん、三失策でピンチを広げたりだとかさ、そういうことがやっぱ精神的な疲労になるよね、なるほど、うん、まあそれで勝てなかったというね、うん、3試合目、はい、6対4ロッテね、まあなんだかんだあって4対4で迎えた7回、うん、はい、山口がヒット、うん、で代走に和田、ノーアウト和田で打者との間にエンドランをかけるんだよね、うん、打者は必死に当てようとするんだけど空振りでも和田どうだと思ったら楽勝セーフなんだよいやエンドランかける必要もない、走らせときゃいいんじゃないのっていうふうに思ったけども、本当早いですね、早いよね、うん、で続く投球の中にワイルドピッチがあった、うん、セカンドから一気にホームイン、うん、これで勝ち越しだもんね。あ、同点か。どこ？え、いやいや、帰ってくるっていうね、うんうん、あ、これで勝ち越しだね。勝ち越しですね、うん、で8回にはツーアウト1、3塁、ポランコが故意四球、まあ、申告敬遠で、うん、まあ、ランナーサードだからね、うん、歩かされて1、3塁だったんだよね、うん、和田がライトに代走から出てそのまま入っててライト前タイムリーという、うん、もう和田大活躍。もうこの日ね、このカード本当走って打ってね、うん、ただね、この試合4対4から伝えたんだけども、うん、4対4になるまでものすごく不安定なゲームだったんだよね、うん、だけどロッテの中継ぎ陣、はい、3番手澤田、うん、3人でピシャッと切る、うん、4番手西村ピシャッと切る、これは1イニングじゃなくて2イニングそういう回を作ったんだよね。それで一気に流れが来たね、うん、で日本ハムは1回2回で3点のリードを取ったんだけども、はい、まあこれを守れなかったっていうのはちょっともったいなかったなって思うのと、うん、逆転された5回、うん、逆転されてたね5回、うん、上川端のタイムリーで同点にするシーンがあったんだけど、はい、まあ、メルセデスのそのシュートを狙ってたというね、狙ってどこに打ったかっていったらセンターに打ったという、だからこういう粘りもね、やっぱり日本ハムが出てきたから、うん、まあチームはいい方向にいってんなっていうふうに思ってます。はい、はい、で最後、うん、楽天対西武、はい、ね、楽天則本、藤平、藤井、うん、で西武は松本、今井、隅田、2対1楽天ね、則本6回3分の2、103球5安打、2四球1失点、松本4回までノーヒット、うん、迎えた5回岡島が初安打、ランナーを2塁に置いてフランコがツーランホームラン、うん、松本完投負け、残念8回113球2安打、うん、この回しか打たれてないんだよね、え、たったも2安打、そう、それも1本がホームランというね、それも回がその回に集中してしまったというね、5回にね集中してしまったという、で1四球2失点というね、で楽天の方が限定ユニフォームだったんだよね、今季10勝してるんだけど1敗してるのが則本だったんだよ、だから非常に緊張したという話をヒーローインタビューでしてたけども、じゃあ毎日切ればいいじゃないかって、これ石井監督の発案だったんだって、いやもう勝ち運があるユニフォームで戦おうよって、それで勝ったらしいんだけどもさ、まあだけど則本がやっぱこのピッチャーの気迫っていうのはやっぱすごいな、勝つために投げてるっていう感じがするもんね。松本もね惜しかったな。ねえ、この内容だと勝ち投手の内容って言ってもいい内容なんですけど、だから内容的には満足してるけど、うん、結果的にはやっぱ憤慨してるよね、もうちょっと点取ってよみたいな、まあそんな感じがするよね、うん、で2試合目、はい、6対4楽天、うん、ね、今井8回、この日も、うん、ね、先発ピッチャーが完投してんだよ、はい、ね、完投じゃないか、8回まで投げてんだよね、で125球8安打5奪三振4四球2失点、うん、ね、2対1で負けてたんだけども9回ツーアウトから蛭間の二塁打、うん、外崎同点二塁打、うん、これで終わらなくて平沼タイムリー、ここが続いて3点を取って逆転というね、うん、まあもうツーアウトからもう西武がね4連打。まあもう西武らしいといえば西武らしいんだけども、ああひっくり返した、あ、これで今井に勝ち投手の権利が出てきたぞって、うん、報われたな今井と思ってたら、まあ抑えの増田、はい、ね、先頭小深田のゴロを外崎がエラー、うん、これね増田が出てきて不安だったんだけどいややっぱね状態的には悪いんだよ、うん、だからちょっと不安だなと思ったらコブちゃんをセカンドゴロ、あ先頭バッター取れたかと思ったらトンサギはわざわざ減らしてくれてる、うん、ね、そしたらやっぱ余計不安だよね、うん、でその後辰巳がタイムリー、浅村がサヨナラホームラン、22号スリーランで逆転サヨナラ、うん、ねえ、まあ両軍とも抑えがやられてねえね、これは今井投手がもう完投するっていう考えはもう全くない、今井、うん、そうだな、まあしてもよかったけどな、125球投げてるでしょ、そうですよね、いや僕行きますで今よかったんだけど、でもその時点で負けてて9回の攻撃を待ってたわけだよね、うん、そしたらやっぱねここで終わりっていう、まあ、ピッチングコーチもね、今ご苦労さんなっていう、それは確かにちいちゃんが言うように、うん、ね、完投しちゃえよみたいな、まあ、そんなのあるけど、まあこれ結果がこうだからそう思うのかもしれないですよね、うん、ちょっと球数がね、ちょっと多かったな、これね、うん、なかなか難しいですね、まあそうだな、やっぱりせっかくひっくり返したのに3点取って4点取られるかっていう試合だったね本当に、まあちょっと力が抜けました、はい、でも楽天はやっぱ状態がいいよね、はい、で最後、はい、5対4、うん、西武、うん、やっと勝ちました、はい、ね、4回外崎が先制タイムリー、まあ昨日のエラーもあるからもうハッスルだよで6回には蛭間外崎のタイムリーで3点リード、はい、で投げては隅田が6回まで小深田の1安打だけに抑えるという、ああこれはもう楽勝と思ったんだよ、うん、だから7回浅村のツーランなど長短打5本を7回に集められて、うん、隅田が一気に4点失うという、うん、一気に4点どころかもう逆転されちゃったじゃないかみたいなどうなってんだバテたんかみたいな、まあまあ汗びっしょりではあはあはあ口で言ってるしさ、うん、ちょっと疲れたなっていう感じはしてたんだよね、うん、まあ1安打に抑えるっていうのはやっぱある程度飛ばしてたんだろうね、うん、はっはっはっは言ってたよ、うん、だからちょっとここら辺スタミナ不足かなっていうふうには思ったね、うん、まあしかし、まあ、西武は8回中村のホームランなどで、まあ、逆転すると今日はクリスキーで逃げ切ったという、増田はつかなかったというね、まあクルシキが3人の打者全部ゴロでね、うん、まあ打ち取るんだけども、はい、まあまあちょっと安定してたかなっていうような感じがしました、はい、はい、という3連戦、はい、で今後接戦を制するにはポイントは足だな、この3連戦はね特にね、それが目立ちましたかね、特に目立った、やっぱソフトバンクで言えば野村ね、うん、野村の足とか、まあそういうのがやっぱりね内野フライでタッチアップできる足を持ってるとかさ、あんま聞いたことないですよね、まあオリックスさんが池田なんかね一番に入って、うん、まあ躍動したし、まあロッテの和田ね、早い、うん、で日本ハムの磯端、うん、まあこの3連戦ではないけど前の3連戦ではツーアウトランナーサードでサードへ内安打で先取点取るとかね、まあ普通のランナーだったらアウトになってるのを磯端がセーフにしたとかさ、まあこのイーグルスもそうだし、まあ西武ライオンズはちょっと大きいのが多いからね、パワーが多いですよね、でも接戦はやっぱこう1点勝負がね多分増えると思うんだよね、だからこれから接戦をものにするには足がポイントになってくるかなというね、なるほど、まあセ・リーグもそういうことが言えるし、うん、まあ次の対戦すごくやっぱ大切なのは、うん、やっぱこう広島は甲斐と当たる時に、うん、やっぱこう取りこぼしを結構してるんだよね、それと苦手意識があるのか知らないけども、うん、やっぱ神宮での戦い、うん、それと中日との戦い、うん、まあ意外と苦戦するんだよね、まあそういうところで取りこぼしをしてるといけないし、うん、ね中日とですからね次はね、はい、で阪神とヤクルトですね次ね、うん、神宮で、はい、はい、だからまあここら辺はやっぱもう阪神が優勝するためにはやっぱ負けられないしね、DeNA と巨人ですね、うん、DeNA と巨人で、うん、まあここら辺はやっぱ3位争いで直接対決、これでちょっとねまたまあここでなんか DeNA が勝ってしまえばなんかもうちょっと決まってしまいそうな気もするけどもね、はい、まあパ・リーグは日本ハム、オリックス、はい、西武とソフトバンク、ロッテと楽天というような対戦ですが、まあ、日本ハムが上位をうかがうには、まあ、5位とかね、まあ、昨年よりも上に行こうと思ったら、まあ、一つの関門が待ち構えたね、オリックスね。まあまあね、勝負の9月に入ったんでね、まあ怪我にもちょこちょこ出始めましたしね。9月とはいえまだまだ暑いっていうのもまた答えますね。まあそう、それと台風シーズンに入ってきたからね、本当に日程とかどうなるかわからないけども、我々も頑張るし、3連戦の振り返りをね、まあ日程的にどうなってくるのか、イレギュラーが起こってくるのか、ちょっとまだわからないけども、はい、また見てください。はい。